トゥデイズアイです。土曜日恒例の旅行企画、カメラ片手にちょっと遠くへ、アメリカ漫遊機構。今日は番外編です。クリスマスシーズンの人気旅行先ランキングをお届けします。もうクリスマスの旅行先、早くないと思った方、甘いですよ。旅行代理店の IACE トラベルに聞いてみたところ、クリスマスシーズンのパッケージの予約は7月から始まっており、かなり埋まっているのが現状です。人気の旅行先は11月上旬には予約がいっぱいになります。というわけで、まだ間に合うクリスマスの旅行先ランキングを、西海岸に住んでいる人、東海岸に住んでいる人、それぞれご紹介。カメラ片手にちょっと遠くへ、アメリカ漫遊機構番外編、クリスマス旅行先ランキング。まずは西海岸に住んでいる人がクリスマスに行きたいランキングをご紹介。5位はニューヨーク。ロックフェラーセンターのクリスマスツリーをはじめ、世界のブランドが集まる5番街のショーウィンドウなど、華やかなライトアップが楽しめます。4位はレイクタホ。透明度の高い湖として知られ、冬は水面から30メートル下まで見えるという湖畔リゾートです。サンフランシスコから車でおよそ4時間という立地も人気の理由。標高1900メートルの高地ということで、湖を取り囲むようにスキー場もあります。スキーをしながらの眺めも絶景です。3位はグランドサークル。グランドキャニオンをはじめ、4つの国立公園など見どころいっぱいのエリアです。アーチ型のモニュメントのような珍しい地形も有名。今年は特に予約が殺到しているそうです。2位はハワイ。12月オアフ島では世界規模のサーフィンの大会が開催されます。ホノルルでも12月上旬からおよそ1ヶ月間、ライトアップやサンタクロースの飾りなど街がにぎわいます。西海岸の皆さんの1位の前に、東海岸に住んでいる人のランキングを発表。5位はラスベガス。ロデオの年間チャンピオンを決めるナショナルファイナルロデオも開催されます。4位はバハマ諸島。イルカと遊んだりスキューバダイビングをしたり、寒い冬を南国のビーチで過ごすのが大人気。クリスマス翌日と元日に行われる色とりどりの衣装のパレード、ジャンカヌーは1000人以上の規模、多くの観光客でにぎわいます。3位はロサンゼルス。ハリウッドやビバリーヒルズなど、クリスマスを優雅に過ごしたい人におすすめ。巨大ショッピングモールザ・グローブでは、およそ30メートルのロスで最も大きいクリスマスツリーを楽しむことができます。2位はフロリダ州オーランド。見どころはもちろん、安定した人気を誇るディズニーワールド。今年もミッキーマウスのベリーメリークリスマスパーティーなどイベントがいっぱい。ファンにはたまらないクリスマスです。東海岸と西海岸の1位の発表の前に、 IACE トラベルからクリスマス時期のお得な旅行先情報です。おすすめはヨーロッパです。冬のヨーロッパは寒いというイメージが強いですが、実は航空券もホテルも夏の観光シーズンに比べると半額以下になります。例えばパリは空気が澄み渡り、イルミネーションもとても綺麗です。凱旋門やシャンゼリゼ通り、コンコルド広場の観覧車など、数々のライトアップをお楽しみください。それでは1位の発表です。西海岸の1位はラスベガス。東海岸でも5位で、唯一双方でトップ5入りとなりました。東海岸の1位はメキシコのカンクン。世界的なビーチリゾートです。沖合の海中にある海底美術館には海底人の作品群があり、神秘的。また世界遺産のチチェンイッツァなどマヤ文明の遺跡もあり、美しいビーチと合わせてこちらも魅力です。以上がクリスマスの旅行先ランキング。西海岸に住んでいる人は比較的近場に行きたいのに対し、
東海岸に住んでいる人は南のリゾートへ行く傾向が強いことが分かりました。まだ9月だと思って安心してはいけませんよ。クリスマスまであっという間です。ということで旅行先ランキングいかがでしたでしょうか。今日ご紹介した詳しい情報は FCI モーニングアイホームページにある Today's Eye Plus でご確認ください。さて来週はワインで有名なカリフォルニア州ナパバレーに私阿部千代が行ってまいります。カリフォルニアワインを一躍世界に広めたあのワイナリーの味の秘密に迫ります。お楽しみに。以上 Today's Eye でした。